こんにちは、はい、ゆたこさん、はい、こんな記事を見つけました。おまた出た、また出 た, 出た。巨人阿部龍昇格じゃなくて参加、一軍遠征スポット参戦で二軍戦士見極めテスト、はい、というものなんですけれども、これ8日のオリックス戦からずっとビジターが続くんですけれども、そこでオープン戦の再開に向けて2軍からの1軍参加制を導入、はい、昇格じゃなくて参加させる、そこの短期でチャンスを与えてテストとして見極めるというもの、はい、スポット参戦による見極めテストを行うということで、阿部龍見極めテスト実施、まあ、いいことだよね、はい、やっぱモチベーションにつながるしさ、うん、2軍もその練習試合だとかオープン戦だとかいろいろしてるけども、はい、そのレベルでやるのか、うん、やっぱ上を経験させてやるのか、はい、もう雰囲気も全然違うからさ、うん、オープン戦とはいえ緊張感も違ってくるだろうし、はい、そこでいかにどういう力を発揮できるのか、うん、まあ、そういうのをやっぱテストしたいんじゃないの。あ、だから一緒にこう昇格とか帯同ではなく、うん、もう短期的に何人か上げてきて、そこではいテストします、結果出してくださいね、はい、っていうことなんですよね。そうだ、だからまあチャンスだと思って力も入るだろうし、うん、はい、まあ、プレッシャーもあるだろうし、ありますよ、まあ、若くもあるよね、はい、でもその中でいかに力が出せるかどうか、はい、あのね、人間ってさ、うん、やっぱ環境で変わるって、はい、で環境を与えるとやっぱね、いい環境のところですごく力を発揮できる人っているんだよ、はい、ファームではなかなかくすぶってるけど、はい、でも一軍に来たらなんか生き生きして、うん、逆に力が発揮できるとか、そのプレッシャーとか大舞台に強いというか、強いとか、あ、だからね、そういうことも見極めたいんじゃないの、うん、だからすごくいいことだと思うよ俺は。あ、そうなんですね、うん、まあ、そこでやっぱこうチャンスをつかめるかつかめないか、はい、でも一人でもつかめたら、はい、やっぱファームの選手たちのモチベになるよね。いや、なりますね、うん、あ、俺もじゃあチャンスものにしようとかさ、はい、そういうモチベーションだとか、うん、やっぱり一軍を経験してない人たちっていうのは、うん、一軍が、まあ、どのぐらい華やかなところでね、はい、まあ、いろいろやってるかっていうのも、まあ、見てて分かるかもわからないけども、うん、実際経験するとね、はい、ビジターでしょ、そうです、ホテル帰っての出る食事とかも、うん、全然やっぱファームとは違う。そうですよね。そう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 。それと部屋も違うしね、うんうん、だからそう、まあ、少しの違いかもわからないけども、それを経験させてあげる、はい、これをやっぱこうその時にチャンスがもらえなくても、うん、あの舞台に行きたいなっていう思いが強くなれば、うん、もう狙いは OK だよ。そうですよね、うん、でこれ投手でいうと2軍でいる投手は例えば横川海投手とか、はい、あと井上春人投手、まあ、ここら辺は一軍経験してるからな、まあ、まあ、そう、去年そうなんですけど、ね、まあ、だけどやっぱ出遅れたりとかね、はい、いろいろしてるから、うん、お前チャンスはそんなにないよって、うん、はい、やんなさいみたいな、そんな感じだと思うけどもね。で野手でいうと例えば浅野選手、はい、それから岡田選手、まあ、もうベテランですけども梶谷選手が2軍にいるので、はい、そこら辺をテスト参加みたいな形で、まあ、そうだね、なるんじゃないかと、うん、まあ、梶谷は入ってくるような気はするけども、そうですよね、まあ、ただその2軍にいてて声は全然、いや、かからない、ね、モチベーションが下がる、はい、ね、それを避けるためにやっぱこう上げてくるという、うん、まあ、新庄監督が1年目に、はい、ね、全員1軍登録をすると、ね、で全員プレーをさすと、それで見てみると、はい、まあ、そういうモチベーションを作ったよね、うん、まあ、オープン戦とはいえどもやっぱこうテストをしてあげるっていうのはやっぱ一つのチャンスだから、はい、これは俺はいいことだなっていうふうには思うよね。そうですね、まあ、鼻からこう決めるんじゃなくて、うんうん、ね、このメンバーから絞るんじゃなくて、消去で絞っていくんじゃなくて、もっともっと上げて、うん、実際にプレーを見てみたいっていう、これはやっぱこういいな、モチベーションとしたら。そうですよね、うん、で中でもやっぱりこう、ね、キャンプから例えば又木投手だったりとか西舘投手とか、あと新戦力の近藤投手、高橋礼投手なんかもうアピールしたりとか、はい、あとあの堀田投手だったりとか、あと育成の京本投手なんかも、はい、あの台湾の方にも遠征してましたし、ね、結果残してますし、はい、そうなってくるとそこにこうポジションを取りたい投手っていうのは、まあ、そうだね、まあ、やっぱ競争だよな、うん、競争させたいっていう意識はすごく強いね。そうですよね。あ、だからまあ京本にしたって台湾で投げた時は結果的にはゼロで抑えたけど、うん、内容的には悪かったよね。でもそこでどう考えるか、うん、
ね、あそこのピンチをゼロで抑えられたっていうのを評価するのか、それともあのピンチの作り方がダメだって思うのか、はい、まあ、フォアボールとかでね、ちょっととっちらかったけども、まあ、だけどそういうふうな内容も含めてやっぱちょっと見たいんじゃないのかなっていうような感じがするよね、うんうん、で一方であの田中千春投手だったりとか、はい、あと泉投手は2軍に1回調整してきてと落とされました。まあ、これは落とされたという表現ではなくて、うんうん、まあ、しかるべき時期に向けて調整をしてきなさいという、はい、それまで登板がないからみたいな、そんな感じだよ。だから落とされたという意識は多分ないと思うね、まだまだ。それはあの、まあ、調整してくださいっていうところの意味で、そうだね、でまた上げて、はい、ちょっと見ますよみたいな、うん、まあ、そんな感じだと思うよ。だからチーム全体、ファームも含めてやっぱり一つのチームとして考えてるよね、はい。まあ、岡田監督が去年ファームのゲームをもうタブレットを使いながらでも行けなかったら見てたというね、はい、だからやっぱこう一つのチームの中で全員が戦力なんだよっていう、まあ、安倍監督の頭の中も多分そうなんだと思う、うんうん、だからいいことだと思うけどな。そうですね、うん、あとは野手に関して言うとやっぱり外野がオコエ選手だったりとか、あとまあ佐々木選手、松原選手、萩尾選手、秋広選手とか、まあ、非常に白熱してる中で、はい、例えば浅野選手とかそこに、ね、テストを受けに行くってなった時に相当なものを出さないと。左はそうでもないけど浅野なんか右じゃない、はい、例えば萩尾オコエ、はい、っていうのは嫌な感じで見えるだろうね打つなよみたいなそりゃそうよ、プロだろ、そりゃあるよ、ああ浅野来たななんていうことを言え、まあ、言ってもね、上辺だけで、ね、上辺だけで心の中で、ね、打席に入りました、うん、なんか不思議なって、それはまあ人間の心情だからさ、それが競争だから。そうですよね、確かに。だからもう相手のピッチャーを応援しだすんじゃないか、しっかりなとか言って相手ピッチなのにそうそう、だけどまあそういうね競争が激しくなるっていうことは、うん、まあ、イコールチームがね、はい、強くなるし、まあ、活性化されるということだからさ、うん、まあ、非常にいいこと、いいこと。そうですよね、うん、プラスそういう短期のテストをまだ安倍監督がしたいっていうことはまだまだ現状に満足せずに、もちろんあのもっともっと高みを目指してどんどん来てほしいっていうのがもちろんもちろんあるんでしょうね。いや、やっぱ安倍監督っていうのは、あ、大したもんだなと思うのはね、うん、甘さを今のところ見せてないんだよ、はい、で非常なところしか見せてない、うん、だこれはやっぱりいいことだなと思って、あのチームが締まるというね、その代わりベテランは責任を与えてしっかりやってねっていうことは与えながら、うん、中堅どころから若手にこう目を向けてるよね、はい、だからまあそれだけベテランというのはやっぱ巨人のベテラン坂本はじめ、うん、まあ、長野とかもしっかりしてるし、はい、だからこれはほっといてもいいと、うん、で中堅若手どころ、この辺がやっぱチームの底上げをねやっぱりしてくれないと、うん、本当にチームは強くならないっていうのをよく知ってるんだよね。近年ずっと巨人がやっぱり B クラスとかに低迷してるのって、そのなかなか若手が育ってこない、ピッチャーもその野手も、まあね、っていうのが非常に課題でしたもんね。まあ、そうだね、まあ、その巨人だけが育ってないかっていうとさ、うん、まあ、そうではなくて、うん、まあ、育ってないチームっていうのはたくさんあってね、はい、でもそこが育ってくるとやっぱチームは強くなるというね、うん、まあ、そういうこともよく分かってるし、はい、うん、だから、まあ、非常にチームはいい方向には行ってるなっていう感じはするけどもね。うん、ただまあどういう結果が出てくるか、我々もそういうね、うん、話を聞くとやっぱ注目するし、はい、ちょっと見てみたいよね。あ、そうです、見ときたいよね、しっかりね。ビジターでのそのテストの時に使われてる選手たちの結果っていうのは気になりますよね。そうそうそう、多分ね、使い方っていうのはね厳しいと思うよ。それは途中で交代もあり得るっていうことですか？いや、もう全くあるよ。全くあるっていう変な言い方だけど、チームにとってマイナスのことをした、うん、ポーンともう、あ、次の守備からお前行けって、多分俺そのぐらい厳しくやると思う。なんかトライアウトを見てるみたいですよね。いや、そう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 、うん、だからすごく使われる選手は緊張感を持ってやるだろうし、うん、ベンチにいる人間、はい、そういったものも緊張感を持ちながらオープン戦を見てると思うよ。そうですよね、うん、まあ、19日からの東京ドームに戻ってきてからのロッテ戦はもう固定のほぼほぼ決まったメンバーで行きますよって言っているので、もう8日からの大阪、鹿児島、福岡、北海道とのビジターでの8試合しかもう残ってないというところで、ビジターが8試合。そうなんです。でホームで、ホームで19日からロッテ戦が始まるので東京ドームで、うん、でそこから何試合、巨人は残り5試合だから8試合の中で見極めるっていうことでしょ。はい、残り5試合は、
まあ、シーズンさながらの試合をやりたいっていうことでしょう、はい、チャンスだな若手はいやいや若手チャンスよ、若手はチャンスですよ、ね、いやチャンスチャンス、だからそこをものにできればね、はい、やっぱ人生変わるかもわからないし、そうですよ、ね、いやんで、まあ、ファームでくすぶってても、あ一軍の舞台が似合うこの子はって、うん、あ上に来ればなんか勝負強さとか全然プレーが変わるっていう選手も稀にいるからね、うん、いや本当にだからそういう選手が出てくることを祈ってるし、はい、ね、うわーって悩む、うん、あこっちの方が良くないかみたいな、はい、なんかそういう監督の悩みを増やしてほしいなっていうような気はするよね、うん、そうですね、うん、でも湯田さんおっしゃってた通り、ビジターでの巨人の戦の8試合どんな選手たちが出て若手で2軍でどの選手が結果を残せるようなアピールできるかっていうのも注目してみると面白いですね。まあそうだな、うん、だからまあ使う前に、はい、おそらくこうミーティングして、うん、こういうことをやってくれみたいな一つのテーマを与えるかもね、多分するでしょうね、まあ、すると思うけどな、うん、だから非常にこの8試合っていうのはすごく楽しみになったね、なりました ね、チェックですねこれは、ファンと野球ファンとしてもやっぱチェックだな、うん、ですね、はい